ネット購入箱付きスーパーファミコンゲーム。今日はね、あ、なんか危ない人がいる。危ないですよ。こっちに振り回さないでください。なんか持ってこいって言ってます。切り刻んでやると危ないですよ。傷つけないでくださいね、中のやつ。大丈夫ですか？良い子のみんなはお父さんとお母さんと使ってね。じゃないんですよ。中傷ついてないでしょうね。そんな下の方切っちゃって。大丈夫？あ、大丈夫らしいです。よかった。今日はね、これを買ってみました。ネット購入ですね。なんですって？なんて？今なんて言った？なんか聞き取れなかった。噛んだからテイク2。やってみよう。あ、やってみようって言ったのね。何？もう一回やってみよう。もういいって。しつこいっす。なんか納得いくまでね、やり直さないとね、すまない性格なんでね。すいません。今回はゲイモスですね。購入価格1185円です。駿河屋のね、ランク B で箱節ありでね、620円で売ってたんでね。ちょっと高いかも。どうですかね。まあ、これだとランク B ぐらいですかね。もっとランク何かな。どうでしょう。高いんですかね。安いんですかね。カセットはどうかな。あ、カセットは綺麗。すごい。ほら。すごい綺麗。大丈夫だよね。いいね。本物だよね。まあそんな高いソフトじゃないからね。説明書もね、綺麗綺麗。あ、これならいいな。これね、シューティングゲームなんですよ。まあね、自分的にはね、安く買えたってことにして。これがすごいドラ焼きみたいな色になってる。すごいね。どうしたらこんなドラ焼きみたいな色になるんだろう。まあでもカセットが綺麗でね、何よりです。なんだ？あ、チータン帰ってきた。何？動作確認行ってみよう。もうね、プニゲームズ見てる方はね、ご存知だと思いますけどね、清掃が先です。清掃してからね、レトロフリークに入れないとね、本体汚れちゃいますからね。まずはね、アビリティクリーンでございます。アビリティクリーンのね、候補の方お待ちしてますよ。いつまでもお待ちしてますよ。どうですか、プニさんをね、宣伝に使ってみませんか。綺麗になりましたね。ちょっと汚れたかな。でも綺麗な方ですよね。うん。ちょっとグイ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 っとね、こう上下にしながらね、磨いていくとよく落ちます。ではね、空拭きでございます。一応ね、空拭きで接点強化剤ですね。これももう量少なくなってきちゃった。これね、こぼしたから量が少ないんですよ、高いのに。よし、濡れたぞ。完璧だね。これでね、準備 OK かな。よし、綺麗にしてから入れないとね。レトロフリーク壊したらね、やだし。それではね、やっていきますか。動作確認。
トルで音楽ないんだね。お、スターウォーズっぽい。これなんかゼビウスみたいな感じなんだよね。結構なんかさ、難しい。なんだ、やるか。本気出すか、そろそろ。どうだ。これよくできてるよね。ファミコンのゲームだよ。もう音がゼビウスだよね。ちょっとゼビウスをちょっと変えた感じだよね。でも当時これ系のゲームはみんな憧れたよね。あのこのなんていうの、 3D 視点というかさ、インベーダーとかああいう感じのものが多い中ね、上から見ただけとかそんな感じのさ、そんな感じじゃなくて、こういう 3D 視点。ボスまでは行きたい。無理かな。どうだ。避ければいいのかな。なかなかさ、当たんないんだよね、弾もね。今は当たったけどさ。ほら、こういうの当たんないの。難しいよね。よし。いけ。このゲームがさ、またファミコンっぽくていいよね。音がね。ゲーム音が。やっぱりレトロゲームはね、面白いよね。まあ、今のさ、ね、ヤングな方たちは、しょぼって思うかもしれないけど。ね、あ、これボスかな。まだボスか。前がボスか。なんで斜めなんだ。なんだ。なんで斜めなんだ。そっちに誰か、重たい人乗ってんのか。あ、ゲームオーバーでした。それではね、今日も見ていただいてありがとうございます。よかったらね、チャンネル登録、グッドボタン、コメント評価、それぞれね、がっつりいただければと思います。それでは、また、バイバイ。